美味しい人参作りでやっぱ一番大切なことはまず土ですね。化学肥料の量を減らして人参にえぐみが出ない栽培方法を取ったりとか、人参がどうやったら甘くなるかを日々研究しながら人参を作っています。人参を作ってて一番嬉しい瞬間は家族に食べてもらって、子供はちょっと小さいんですけど生で人参をボリボリ食べてる姿を見るときがやっぱり嬉しいですね。人参ステーキっていう形で食べるのもいいですし、人参しりしりだとか、うちの子供は人参だけのジュースで飲んだりもします。自分の中では最高傑作の人参を出荷しているつもりなので、ぜひ皆さんに食べていただきたいと思います。